どんちゃんニュースということで、今回なんですけど、毎日コーディネート紹介47日目なんですけど、今日はこんな感じの格好でございます。はい、こういう感じ。今日もね、あの着てるアイテム数は少ないんですけど、今日上下のね、このなんか年代感というか、あのね、バランス感めっちゃ良くないですか。はい、こういう感じ。雰囲気が上下マッチしてる感じ。あと色味もね、いい感じじゃない、このカーキとインディゴ。はい、って感じだったんですけど、とりあえずね、着てるアイテムの紹介なんですけど、まず、トップスのこのね、ジャケット、これが大陸の22年秋冬のアイテムです。まあコリアンジャケットで、はい、こういう感じですね。で、まああのフードとかもね、取り外せて、ここジップで、って感じなんですけど、これね、あのこのファーのフーディーがね、めっちゃ可愛くないですか。はい、あとはね、色味もめっちゃいいし、この黒との切り替え感もちょっとメリハリあっていいかなと思います。で、あとはね、全体的に虎の刺繍が入ってます。はい、こういう感じ。で、今度パンツなんですけど、これが、シュガーヒルの22年秋冬のアイテムです。これね、めちゃあの新品とは思えないね、クオリティ高い加工で、本当ね、何年も履いたかのような育ち切ったデニム感の雰囲気がね、最初から出てるって、非常にいいアイテムかなと思います。なおかつ履きやすいし、で、僕が履いてるのはダブルニーでって感じでね、ちょっとワーク感も強めなんですけど、それをロールアップして、まあ、コンバットブーツと合わせてるって感じです。で、あとはネックレスはね、これも大陸の22年 SS ですね、これは。はい、って感じだったんですけど、どうですか今日。いい感じじゃない、なんか非常にね、ちょっと秋らしい感じかなと思います。色味も相まって、はい、いいんじゃない。あと細かいところですけどね、このフードの裏地もね、このバラ柄のボアになってたりとか、あ、まあ取り外してツーウェイでも着てるしみたいなね、このジャケットめちゃいい。そしてあったかいですね、軽いんですけどあったかいのと、あとさっきも言ったんですけど、このフードがね、ちょっとかっこいいかなと思います。ね、ファーがね、結構ボリュームあって、こう安っぽくないファーだなっていうのがね、一目で見てわかる感じなのもいいしね、めっちゃいい感じじゃない。今日もね、今日とか、いい感じのスタイリングができた気がします。ということで、ね、なんか感想とかありましたら、コメント欄までお待ちしてます。寝癖ですいません。Oh!